巫女の皆様、魂の森人様、壁を越えた先に密林ミロスが広がっているのはご存知だろう。その先にあるのが木の里ビラルス、木の巫女が選ばれる草人の隠れ里である。木の巫女と合流すればいよいよマナの木は間近であろう。良き旅路であることを祈っている。さあいざイルージャへ。うん、気持ちいい。ついにここまでたどり着きましたね。僕たちは日頃から精霊たちの力を借りて生きていることをギッドに言って改めて分かった気がするよ。そうだな。土に、火に、風に、水に、月、そしてそれらにマナを与えるのが巫女の役目なんだな。それにしても随分深い森やな。ここを抜けた先にあるのがビラルスですね。木の巫女も選ばれている頃でしょうか。オーリンを見つけるのが先か、木の巫女と合流するのが先かとなりそうだな。気を引き締めて進もう。すごい、見たことのない木がいっぱいある。大絶壁の上と下とでは草花も樹木も随分違うようだ。イルージャ島はマナの木が立つ特別な場所。私たちが住む土地とは成り立ちが違うのでしょう。ここのどこかにオーリンがいるのかな。必ず見つけて痕跡を取り戻さなくてはな。マナの木が近いと危ない景色が変わるんか。人の手が入っていないというのは大きな要因です。お、でっかい花なくなったな。魔物のマナを栄養にしているのでしょうか。魔物と共生とは摩訶不思議な植物もあるものだ。よし、幸運を運んできそう。もらうよ。そういえば父がこの密林にしかない草があると言っていたな。蒸して饅頭にするとここも美味しいらしい。分かった。ここの花なくなっちゃったね。ああ、周辺の魔物と関係があるのは確かなようだ。他にもあるか探検してみようや。もらうよ。ほっ、クマリツゲット。ふっ、クマリツ。もらうよ。いや、豆の木すごかったな。ニョキニョキって。アリナ、いきなり人の背中に乗るのはどうかと思うぞ。隣におったから。少しでも乗りたいみたいやん。リリトル、次、よし、次。魔物のそばの花が消えましたわね。花が魔物のそばに咲くのか、
魔物が花を好むのか。少し休憩しよう。オーリン、もうここに来てるのか。邪魔で進めそうにないや。もしかすると他の花とも関わり。サボテンくん見つけた。道中見かけた巨大な花も消えたのか。うん、もしかすると先に進めるかも。行ってみよう。ほっ、はい、わ貴重なものかも。人の気配はなさそうだが。おーい、誰かいますか。反応ないね。ギッドほど不穏な気配はない。滅んでいるというわけではないだろう。あ、ん？今の聞こえた。楽器の音や。まさかオーリン。落ち着くんだ。きっとビラルスの住民だろう。向こうの方から聞こえてきましたわね。行ってみましょう。楽器の音がした方に誰かいるのかな。よし、役立てさせてもらうよ。はっ、もらうよ。はっ、ワルツゲット。どれどれ、これは。
うよ。少し休憩しよう。もらうよ、クマムツゲット。ものかも。もらうよ。よし。音楽が聞こえるな。第1460番はままの出来かな。しかしなかなかフェアリーが来ないな。なんか後ろ向きな歌詞やな。なんだよ、失礼だな。あれ、君たちはミコと魂の森人だよね。僕は木の里の番人、ジュリ、草人だよ。来てもらって悪いんだけど、木の巫女はまだ指名されてないんだよね。じゃあ、決まるまで待った方がいいのかな。おや？ひ、ふ、み、ずいぶん巫女が少ないね。わけあって、光と闇の巫女が来る前に旅立ったのです。私は水の巫女、パルミナと申します。僕は魂の森人のバル。私は月の巫女のモートレア。うちは風の巫女のカリナや。こっちはラムコ。へえ、聖獣の子か。見慣れないけど、イルージャ島の外で育ったのかな。あんた、ラムコのことを知ってるん？そのことは初対面だけど、聖獣のことならある程度は知ってるよ。ところでさ、火の巫女はいないの？もしかして巫女に何かあった？火の巫女のヒナは痕跡になってしまったんだ。僕らは痕跡を奪った男を探してここまで来た。痕跡だ。よくわからないけど、ご苦労様だね。草人でも痕跡のことは知らないか。木の巫女以外を探してるのなら力になれないね。村にいるのは草人だけだし、君たち以外の客も来てないよ。そしてビラルスの先にあるのはマナの木くらいさ。お、入り口に聖剣が刺さってるでっかい輪があったかな。え、聖剣だって。おっと、そろそろ水やりの時間だ。失礼するね。行っちゃったなあ。聖剣って何のこと？あるとびっくりするようなもん。聖剣とはかつて女神が英雄に与えたとされる剣のことでしょう。まさか実在していたなんて驚きです。おとぎ話に出てくるものだよね。ヒナとオーリンが話してたよ。イルージャ島にはおとぎ話の元が残っているんだな。さすがマナの木のある場所だ。オーリンがおらんのは分かったけど、木の巫女についてはさっきの子に聞いた方がええんちゃう？それもそうだな。探してみよう。さっきの子、水やりの時間って言ってたっけ？どこだろう？
役立てさせてもらうよ。沼光、どうしたの？水やりの邪魔しないでよね。この木に水をやるのが万人の役目なの？そうだよ。水をあげるのは彼にだけじゃないけどね。彼？うん、この木はね、僕の仲間なんだ。それじゃ、この木が草人なの？そうさ、僕たち草人は木になって長く眠る習性があるんだ。そして時が来ると、具体的には4年に一度、眠っている草人の木に花が咲くのさ。その花に引き寄せられるようにフェアリーが来て木の巫女を指名するってわけ。花を咲かせるほどの生命力を持つ草人が木の巫女にふさわしい、そういう大精霊との取り決めなんだって。花はいつ咲くのでしょうか？おう、とっくに咲いてないとおかしい頃かな。このまま花が咲かなければ木の里ビラルスも滅びるしかないね。いやいや、諦めるの早すぎひ？言ったでしょ、とっくに咲いてないとおかしいんだって。つまりそういうこと。君たちは目先の用事でも済ませたら人を探してるんでしょ？な、いやあいつちょっと割り切りが良すぎひ？ジュリは僕たちの知らないことたくさん知ってるみたいだ。もう少し話を聞いてみたいな。なんだい、そんなに僕のすることに興味がある？ジュリの話をもっと聞いてみたいなって。まあ僕も退屈が紛れるからいいけどね。草人は一人を残してみんなが眠っちゃうからさ、こうして交代で番人をやるんだよ。起きてる一人が毎日こうして水をあげる。僕が目覚めたのは4年前、ちょうど前の巫女が選ばれた後だ。え？せやったらジュリって4年間ずっと一人で水やりしてたってこと？そういうことさ。でもこのまま巫女が選ばれなかったら水のやり損ってことになっちゃうかな。まだ手はあるんと違うかな。大精霊に指名についてお願いしてみるとか。君おかしなことを言うね。巫女は選ばれるものであってお願いしてなるものじゃないんだよ。決めつけたらあかんって。うちはジンに直接お願いして巫女にしてもらったもん。ここを滅ぼしたくないんなら木の大精霊にお願いして早いとこ巫女を選んでもらったらええやん。一体何を言っているんだいこの子は。カリナが言ってるのは本当のことだよ。大精霊に会いに行って自分を巫女にしてって頼んだんだ。でもそんなの摂理に反している。人間はどうだか知らないけど、それは草人のやり方じゃない。僕たちは運命に抗うことはしないんだ。世界が変わった後もこの場所から離れず、種を保つことを目的としてずっとずっと昔から。世界には摂理がある。女神様の定めた摂理に背くことなんて僕らはしないよ。なんやあいつ、決まり事を大事にしすぎや。決まり事を守るのも大切だとは思うけどさ、住む場所が滅んじゃうかもしれないのに、摂理は守るべきことなのかな。世界の摂理、大事なものかもしれないけど、カリナも何か言いたそうだし、水やりに行ったジュリを追おう。よし、クマミツゲット。
下てさせてもらうよ。なんだよ、また僕に何か用かい？せや、うちがあんたに話したいことがある。別に僕は君と話したいことなんてないし、そんな怒った顔してろくなことを言うつもりじゃないよね。木の巫女が選ばれたらちゃんと声かけるからさ。僕に構ってないで痕跡とやらを奪った人を探しに行けば。痕跡とやらって言うな！あれはヒナの魂そのものなんや。日の巫女のヒナの魂がオーリンから取り戻せんかったら、そのままティアナは滅びるかもしれん。でもビラルスはちゃうやろ。まだ可能性があるやん。それやのに村が滅んでも構わへんって感じのあんたが、うちは我慢ならん。水やってる仲間のことを思うなら、自分が巫女やるっていうくらいの気概を見せてみんや。さっきからこのちびっこは言わせておけば。僕だって焦ってるんだよ。こんな時期まで花が咲かないのは異常なことなんだ。花が咲かなければフェアリーは来ない。フェアリーが来なければ僕たち草人は命のつながりが途絶えてしまう。僕の水やりに間違いがあったんじゃないか。僕がみんなの調子を悪くしたんじゃないか。毎日不安なんだ。ジュリー。ねえジュリー、僕たちも花が咲かない原因を調べてみるよ。うん、うん、え、君たちがどうして？オーリンって人のことはいいの？誰も来てないって言ってたよね。それならオーリンもここまでたどり着いてないだろうし、それに僕は魂の守り人だから、これから選ばれる巫女のことも守りたいんだ。そんなこと言っても原因なんてないよ。無駄なことさ。もう諦めるのが突風より早い子やね。ほんならこっちで勝手にやったる。うちはお日様の光が足りてへんのや思う。だがビラルスはもともとこういった日差しなのでは？その原因は考えにくいな。ノームの力はここまで届いていないのかな。イルージャ島のさらに奥地でありますものね。マナ以外で何か土の栄養を与えられればいいのでしょうか。いろいろ原因は考えられそうだ。ひとまずこの周辺を調べてみよう。原因、ジュリー、どこに行ったんだろう。僕たちも手がかりを探さないとな。あたりを調べてみよう。うわ、行き止まりみたいになってる。これじゃあ進めないよ。もしオーリンが来てもここから先には行けないかな。それともオーリンがこの道を塞いだとか。バルー、お手上げや。何もわからへん。図鑑でしか見たことのない植物がたくさんで、ちょっとワクワクしてしまいましたわ。思ったのだが、こういうことは大精霊に聞いてみるのが一番いいのでは。あ、確かにそうかも。なんで思いつかなかったんだろう。せっかくならうちらで解決しようや。ジュリに目にもの見してやりたいや。趣旨が変わっているぞカリナ。それに我々も無駄に時間を費やしている暇はないんだ。聞くのであれば木の大精霊ドリアード様ですね。さすがにどこにいらっしゃるかまでは分かりません。ということはここに住む人に聞くのが一番だね。結局ジュリに頼らんとあかんのね。残念やな。あれ、
そこにいるのは。にゃー、モートリアたちと偶然の再会だにゃ。なぜあなたたちがここに。この辺りに立ち入れるのは4年に一度だけですにゃ。木の里をこの目で拝むためにゃら、豆の木にだって登りますにゃ。ヴィラルスの花の蜜は美味しいお菓子の材料になるって父から聞いたことがありましてにゃ。太古の森、巫女たちの旅、謎のガイア族、ここはお話のネタの宝庫だにゃ。3人の間でやりたいことがバラバラや。待って、ガイア族って言った？この辺りで見かけたの？はいですにゃ。ガイア族の男の人が豆の木を登っているのを見かけましたにゃ。でも途中で見失っちゃったにゃ。大きい豆の木ですからね。オーリン、近くまで来てるのか。草人のことは見ていないか。この辺りにいるはずだが。え、まだ会ってないにゃ。ぜひ草人さんを見てみたいにゃ。恐ろしいうなり声だにゃ。密林ミロスの方から聞こえたにゃ。誰かが襲われたのかもしれないにゃ。ジュリか、オーリンかも。様子を見に行こう。あ、もしも道具がご利用でしたら我々にお声掛けくださいにゃ。稼ぎ時だにゃ。うなり声の主に負けないようにいっぱい買っていくといいですにゃ。父さんに似てたくましいな。うなり声はミロスの方だった。様子を見に行こう。装備は。いらっしゃいませにゃ。よりどりみどりですにゃ。こちらでよろしい。ありがとうございますにゃ。こちらでよ。ありがとうございますにゃ。また来てくださいにゃ。いらっしゃいませにゃ。どれもおすすめですにゃ。お見事。ありがとうにゃ。お見事。ありがとうにゃ。お見事。ありがとうにゃ。また来てほしいにゃ。ここに。僕たちが相手をするよ。下がってて。こいつはギルダーバインって魔物だ。最近この森に住み着いた厄介なやつで。気をつけて。来るみたいだ。みんな戦いの準備を。残念ながらお前の居場所はここじゃない。買い物にはお仕置きや。終わりにするよ。どんどん攻撃を続けよう。
待ってきて。そのようだ。攻めどき。カットしや。任せて。ありがとう、助けてくれて。助けが間に合ってよかった。一人でこんなところで何をしていたんだ。君たちのせいだよ。なんでそうなるんよ。ひょっとしたらあいつが原因なのかもって思い出したんだよ。でもそれも僕たちの運命なのかもしれないってちょっぴり迷ったんだ。迷ったんだけど、君たちがあんなこと言うから様子を見ようと思って、それで襲われたってわけ。なんや、八つ当たりかと思ったわ。うちらの影響を受けてジュリも変わったってことやな。まあそうとも言えるのかな。摂理に従うばっかりじゃないってことだね。うん、そういう君たちの方は花が咲かない原因については分かんなかったみたいだね。僕たちだけじゃやっぱり難しくて、それで木の大精霊ドリアードのいる場所をジュリに聞こうと思って探してたんだ。ドリアードに会いたいの？それなら僕が呼べばすぐ来るよ。ドリアード。はい、こちらに。お、びっくりした、こんな近くにいたの。はい、私もジュリを探していたんです。でもギルダーバインが出てきちゃいまして、どうしようとおろおろしてたら、巫女の皆様申し遅れました。私はドリアードと申します。はじめまして、ドリアード様。私たちもあなたにお伺いしたいことがあったんです。はい、そこの影からお話を聞いていたので大体の事情は分かっています。花が咲かなかったのはギルダーバインのせいです。あの魔物が周囲の栄養を吸って悪影響を及ぼしていたんです。じゃあもうギルダーバインは倒したことだし。そっか、花が咲くんだね、ドリアード。ようやく巫女が決まるんだ。はい、いよいよ花が咲く時です。こうしちゃいられない、フェアリーを迎える準備をしないと。先にヴィラルスに戻ってるね。ほんまに嬉しそうやな。巫女と森人様もヴィラルスに来てもらえませんか？もちろん。いつもなら巫女の一行が来る前に指名は終わってます。木の巫女の花が開く珍しい瞬間が見られますよ。不安やったんやろな。そうだな。さあ、私たちも木の巫女の指名を見届けに行こう。ドリアード、早く早く。ヴィラルスの未来を考えてみんなと話し合っていたら随分遅くなって、ごめんなさいね。これが私たちの出した答えです。さあ、木々の息吹よ、今こそ花開く時。頭から咲くなんて、
珍しいこともあるのね。いだ。花を咲かせた草人ジュリ、女神と精霊の名のもと、汝を木の巫女に任ず。たまらなくいい香り。眠ってる木じゃなくて僕に花が咲いた。どうしてヴィラルスの摂理ではバニー以外から巫女を選ぶじゃないか。実はあなたを巫女にすると決めていたんです。そのことを知らせるためにあなたを探していました。木の巫女ジュリ、ヴィラルスのためにマナの木へ旅立っていただけませんか。もちろんだよドリアード。でも僕が巫女になったってことは眠っている仲間たちに水をやる人がいなくなる。もしかしたら仲間たちが枯れてしまうかもしれない。ドリアード、僕は不安だよ。僕が巫女になることは本当にヴィラルスのためになるのかな。ジュリー、ここに来て僕たちの話を聞いてほしい。この声は。ジュリー、どうしたの。眠っている草人の声が聞こえたんだ。みんなも一緒に来てくれない。眠っている草人の声か。僕たちには聞こえなかったけど、ひとまずジュリと一緒に向かってみよう。ジュリ、僕らの陽気な歌い手、君を巫女に選ぶように僕たちがドリアードに頼んだんだ。ミロスに住み着いた魔物のせいで僕たちが弱っていたのはもう知っているね。うん。あの魔物は倒されたけど、誰かが花を咲かせるまで力を取り戻すのは災いの訪れに間に合わないだろう。でも万人が水をやらないとみんなは枯れてしまうよ。それはまだわからないよ。残される僕たちのことを信じて、ジュリはヴィラルスの未来のために旅立ってほしいんだ。でもみんなは楽しみにしていたじゃないか、いつか木の巫女に選ばれること。それならこれを僕たちと思って持って行ってよ。これは精霊器ドリアードワンド。あらあら、あなたが隠し持っていたんですね。うっかり返しそびれたまま眠りについてしまったんだ。そろそろ眠くなってきたからまた寝ようかな。ジュリのマナを感じる日を楽しみにしているよ。またいつか。同郷の者に激励されて送り出してもらえることは巫女にとってかけがえのないことだと思うんだ。私は巫女が出せずに滅んだ月の町エテラナから来た。誰もいない町からバルたちと旅立った。いつかあの町に住民が戻ることが私の夢でもある。もうトレアの言うこともわかるわ。うちもできるなら気持ちよく送り出してもらいたかったな。恥ずかしい話やけど、うち巫女に選ばれるわけないって村では言われてたから、まだ思うことがあるんよね。なんだ、僕に偉そうに説教しておきながら、みんなにもいろいろあったんだね。僕に気を使ってくれてありがとう。これから木の巫女としてよろしく。マナの木までだから短い旅路にはなるけどさ。うん、よろしくねジュリー。あ、そういえばヴィラルスから先の道って木で通せんぼされていたな。ああ、それは私がやったものです。マナの木に続く道なので普段は閉じているのです。私が開きますのでご安心くださいね。
いよいよ。よし。力が湧いてきたぞ。ドリアード、お待たせ。それでは道を開きますわよ。うっしょうっしょ、えい。さあどうぞ。ここからは密林ミロスの奥地ですね。じゃあ密林ミロスを抜けたらいよいよ。あの魂の森人様、密林を抜けた先にマナの聖域があるわけですけど、魂の森人様が入れるのは聖域の入り口までですの。うん、分かってる。それに僕たちはその前にヒナの痕跡を取り戻さないと。オーリンがジャックマメを登ってるって話は聞いたやん。この密林で待ち受けるのはしんどいと思うで。オーリンがイルージャ島で何をするつもりか分かればな。その人が何をしたいのかは知らないけど、イルージャ島が目的ならマナの木に用事があるんじゃないの。このまま聖域の入り口に向かった方がいいと思うよ。そこで待ち構えたらどう。そうだね、このまま先を目指そう。それでは皆様お気をつけて。マナの聖域には結界があり、巫女だけが先へと進めるのだそうです。ええ、そうなん？バルがおらんと魔物が出てきた時に心細いやん。大丈夫だ、聖域の中に魔物はいないと伝わっている。モートレアの言う通りだよ。聖域は女神様の結界で守られているからね。ミロスの密林やマナの聖域はかつて
精霊界という世界の一部だった。え、いきなり何の話？精霊界はその名の通り、精霊や草人の住む世界。うんと昔、人と精霊は別々の世界で暮らしていたんだよ。女神様の加護で精霊界には魔物がいなかったけど、世界が一つに合体して変わったんだ。世界が合わさった。平和だったミロスに魔物が現れるようになって、それで女神様は聖域に結界を作った。女神様自身とマナの木を守るための強力な結界だから、魔物なんかに破れっこないよ。安心して。難しい話を知っとるんやね。大絶壁を登ったところとはまた開く。空気感が違いますね。聖域が近いし、ここからは巫女の一行くらいしか通らないからね。でも魔物は多そうだ。気をつけていこう。もらうよ。いけるかい？力が湧いてきたぞ。おっ、クマミツ。ジュリさんは歌が好きなのですか？うん、今までたくさん歌を作ってきたんだ。1460番くらい。1460。どんだけ書いとんねん。いくぞー。ついギルボトル。あと1体。ちょっとは成長できたかな。力を貸してくれ。連れてってクマミツゲット。力を買っ、ねえ、悪くてかな。どっか遠いとこ見てない？ああ、ちょっとひなのこと考えてるんだけど、相変わらず大変そうだな。それが何で、いやっ、ここだ。おらよ。いやどうだ。僕を甘く見ないでよね。クマミツ。少し休憩しよう。もらうよ。力を貸してくれ。連れてって。ジュリー、素足で歩いて痛くはないか？別に痛いとか感じたことはないかな。逆に君たちは靴なんか履いて歩きづらくないの？その発想はなかったな。もらうよ。はっ、クマミツ。力を貸してくれ。力が湧いてきたぞ。ギルボトル。どんな感じ？いくよー。リンゴちゃん、いくよー。熱い。あっ、いくよー。森の中やのにまるで星空みたいや。イルージャの外だと草花が光ったりするのは珍しいんだね。でも下には毒の沼が広がってるから。精霊の力も借りて木の幹を伝えながら進みましょう。クマミツゲット。もらうよ。クマミツゲット。
の杖。もらうよ。長く触れてるとまずいぞ。使わせてもらうよ。よし。しばらく来てなかった気がするな。そうだ、バルたちが来て私が巫女になった。それまであんまり外のことは知らないけど大変だったんだね。はっ、出番だよ。力借りるよ。休憩しよう。